皆さん元気でしたか？ 元気ですか？本日も 明日か、明日もよろしくお願いします。明日楽しむ準備はできてますか？私もすごく楽しみです。皆さんと会えることを楽しみにしています。 イエーイ、1、2、3。いいなこれ。 これ本当にただの、あ、でもこれ繋がるのかな。でもね、あんまり大きい音出てもご近所迷惑なので。あ、だー。 自己紹介タイム来る前にすごい盛り上がっちゃった。 盛り上がっちゃいました。 どうしよう。ネズミ、ネズミ、前田軍団なんだっけ、前田軍団対ラッパッパね。 なんとかなんとかぶつかってもらいましょうか。マジちょてーぺんにゆくちゃん、ちょうだい。 楽しいことばかりじゃねえ、避けては通れねえ道、一発ここでやるしかねえじゃん。プチンと何か嫌おうとかした。早くミーポー言いたいね。 早くミーポー言いたい。 早く自己紹介したい。早く自分が何者なのか早く早く言いたい。 早く自分の名前を言いたい。世に自分の名前を言いたい。 早く言いたい。 世間に自分の名前を言いたい、言いたい、言いたい、おいえ、ふう。 いいなこれ。 これを持つと何でも歌える。 これ持つと何でも歌えます。もうちょっとで言える。自分の名前を言える。 言いたい言いたい言いたい。私もちゃんと名前がある。 特別珍しい名前ではないけれど、自分の名前は気に入ってる。早く早く言いたい。早く思いっきり言いたい。言いたいことがあるんだよ。ヨー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 、あるんだよ。そう、子供用のマイク、子供用のマイク。ダメなんだよ、言っちゃいけないまだ。 あー、ちょっとずつ近づいてきた。 これでやっと自分の名前を言える。レッツゴー。これもちょっと変なテンションになりますね。ちょっと危険だから置いとこう。あれみたいですね、モステルビの太鼓みたい。今日誕生日してたでした。だってハッピーバースデイ。危険マイクですね。これの名前は危険マイク。これを持つと暴れる。
暴れはしないか。うん。後ろに誰かいるってなんか怖いなこれ。うん。あともうちょっと、あと20人ちょっと。早くみんな集まれ、早くみんな集まれ、みんなみんな待ってるよ。うあ、もうすぐ私の名前をこのように知らしめる。早く言いたい。早く言いたい。自分の名前を言いたい。みんな早く集まれ。いやいや来てくれてるだけでありがとう。うん。まだ反映されてない私のところ。ああ来たー。この時を待ってた。この時を待ってた。行くぜー。デコポンスポン思い切り。ありがとう。これ何の音だ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう皆さん、ありがとう。嬉しいです。はあ、すっきりした。これでね、やっと自己紹介ができました。ありがとうございます。ふう、では解散だって。ちょっと待った。今の言葉これで安心だって。ちょいちょいちょい。ダメですよ。明日は握手会です。明日はちょっとハロウィンの格好をします。でも多分みんなが思ってるような格好じゃないかもしれない。うん。みんなが想像しているような服ではないかもしれない。おおっていう人が多数いるはず。おおおおおおおじゃなくて、おおおうん、そうそう、それそれそれ、おおおうん、おおじゃない、おおおあ、なんだろうな。おお困っちゃう系だと思う。うん、そうきたか系ですな、ですな、ですな。え、まさかガリガリ君とか、ガリガリ君のガリガリ君なんてあるの。あーでもそっち系かもしれない。
なんかね、あ、これ言っちゃダメだ。ポンポンって感じ。ポンポンって感じ。なんか歩いてみてって言いたくなる感じ。うん。なんかそう、歩いてみてって言いたくなる格好です。ちょっと私の目の前を歩いてみてって言いたくなる。です。うん。楽しみにしててと言っていいものなのか。いや、よう、楽しみにしててください。ふう。うん。フードなんでかぶってるの？だって。フードがかぶってって言ったから。小鹿じゃない、小鹿じゃないよ。小鹿のコスプレ。違う、小鹿じゃないです。うん。なので明日ハロウィンの格好する方いるかな。多分割と私も吹っ切れてるので、よかったら皆さんも一緒にハロウィン感じましょう。うん。うん。ね。人魚だって。ああ、ちょっと違う。うん。7部から行きましたって、ありがとう。明日はね、朝からじゃないから、うん、目パッチリで行かないとね。白雪姫に会いそうだって。白雪姫ってどんなだったっけ。ガンダムじゃないんですよ。ガンダムじゃない、カボチャじゃないんですよ。カワウソじゃない、明日のジョーじゃない、じゃがりこのキリンじゃない。赤ずきんじゃない、違うんです。うん、でもなんかポンポンってしたくなる。そう、ポンポンってしたくなる感じですよ。東京タワーじゃない。うん、ポムポムプリンだって。ポムポムプリンいいね。ワンちゃん違う、猫ちゃん違う、フナッシー違う、タラちゃんです違う。違うんだよ、カズキンちゃんじゃない。クイーンビーじゃない。私があれ来たらちょっとダメだ。あれはね、クイーンビーじゃないと着れない。私が来たらなんか、おお、どうした。ニバールくんじゃない。着てみたいけど、あー、幼稚園児じゃないんですよ。うん、違うんだな。キャラクターじゃない、あ、キャラクターかも。ミュウじゃない、カリカリ君じゃ。ミニオンと迷いました。ミニオンも候補に入ってました。そう、迷ったんです。ドラキュラー違うんです。チータン、ランドセルしょってだって。ランドセルあるよ。うん、赤ずきんじゃない、赤ちゃんじゃない。チーバくんじゃない、マイメロじゃない、プーさんじゃない、シロクマじゃない、ドラえもんじゃない。すごい、じゃああんまり出てこないかもしれない、もしかしたら。うん、ユニコーンじゃない、違うんです。お楽しみにです。答えをお楽しみにです。でもそっち系、そっち系です。
正解はないですね今のところ。初見さん、初見ポーズ、ドラミちゃんじゃないんです、魔女じゃないんです。これは明日のお楽しみです。うん、明日多分ね割とあのコスプレしてるメンバーが多そうな気がするね。初見ポーズ、クリックリ、多そうな気がするのでちょっとみんなの風景が楽しみです。うん。そう、ハロウィン前最後だからさ、まださハロウィンって感じしないじゃん。でも明日、もう明日しかないんだよ。そうだから、うん、ハニーフラッシュ。うん、パーカー大好きです。うん、お楽しみです、お楽しみに。赤ちゃんじゃない、赤ちゃんじゃない、赤ちゃんじゃないもん。メンマ行く、あ違うな、ちょっと違う。メンマ行く。メイちゃん、さあ月ちゃん、はーい、違うな、はーい、さつきちゃんはできないな。さつきちゃん綺麗だよね声がね。はーい、全然できないさつきちゃん。うん。あなたトトロっていうのね。もう全然。さつきちゃん可愛いよね、めいちゃんも可愛いけど。うん、トトロは名作だよ。あ、今日トトロの靴下だ。あ、あ、え、偶然、偶然っていうか今日トトロの靴下だ。なんでトトロの靴下履いてるんだろう。特にトトロ好きを言ってるわけではないんですけどね、今日靴下がトトロです。見たいって、え、靴下ですか、いいですよ。え、私の靴下見たいかな、見たいかな。だって靴下だよ、ただの。ただの靴下ですよ、いいんですか逆に。はい、今日の靴下。あなたトトロっていうのね。これです今日の靴下。いや、メイも行くって言って見ててパッて見たらトトロがこっち向いてた。トトロがこっち向いてました。真っ黒クロスケもいる。ね、トトロがすごいすごいすごいここにいますっていう感じで見てきたんだけど。すごい靴下。うん、靴下、靴下。うん、新コーナー今日の靴下だっていいですよ。でもさ、靴下こうやって見せてる人いる。うん、でも割と綺麗ですよ靴下。そう、物持ちはいいから綺麗。
マクロクロスケ。なくつしたみたいですか。うん、靴下プレゼントっていらないよ、絶対絶対いらないよ、いらないよ。うん、穴開いたことあるかな。うん、もうと片方も同じトトロ、そう両足トトロ。朝礼に吊るしておいてやって、やだよ、すごいコーナーだよ。あ、でも一つ情報として伝えられるのはすごくいい匂いがします。え、本当に本当に、そう全体的に、ね、すごくいい香りがするんですよ。自分で言うのもあれだけど、なかなか自分で言う人いないと思うけど、本当にそれだけはね自信あるんですよ。なんかシャンプー系ですね。なんかうん、シャンプー系、フルーツ系じゃなくてシャンプー系。シャンプー系、シャンプー系。うん。誰かに証明してもらっていいよ、本当に本当だから。そんなわけ。ほんまやってなるよ本当に。うん。あ、ちょっとそろそろランキング読まないとですね。あ、柔軟剤の香りか。うん、柔軟剤がいい匂いなんですね。ありがとう柔軟剤。では1位ちゃうちゃうさん、2位双子座ハッシーさん、3位抹茶さん、4位マヌケビーグルさん、5位トムポンリンホリックさん、6位園田さん、7位マーシャルさん、8位ユウスケさん、9位安彦アトマークポンウチアさん、10位ココポンさん、11位かなかな、どうしよう明日緊張するさん、12位、11位ん、え、9位、あ、11位先読んじゃった、12位ワタポンさん、13位ヨシキさん、そして今日の気になるアバターは、メルさんのなんか見たことないアバターが今日の気になるアバターでした。ということで皆さん、本日もありがとうございました。いい夢見てね、グッナイ。おやすみなさい。ありがとうございました。明日よろしくお願いします。待ってますね。多分おしましはできるので、持ってる方は待ってます。おやすみなさい、解散、バイバイ、ありがとうございました。あ、まだ時間ありそうだけど、みなさーい、バイバーイ、バイバーイ。またねー。ハート1分だって。明日もよろしくお願いします。意外にあるっていうね。じゃあいっぱいあります。おやすみなさい、バイバイ。
星増し不可ですって。